チリクワガタは、昆虫砂、高虫目、クワガタムシか、チリクワガタ族に属する、クワガタムシの一種、小頭クワガタ、グラントチリクワガタ、英語で、ダーウィン、エスビートルとも呼ばれ、チリとアルゼンチンに生息し、奇抜な外見を持つ南アメリカ最大のクワガタムシである。オスの標本、金属光沢が落とし、赤葛色の地色となる体長は十三ミリメートルから、 90平方ミリメートル5 1ミリメートルから3 7 1ミリメートル、南アメリカのクワガタムシの中で最大となる。チリクワガタ属の共通点として低温を好む、覆面に白い毛が密生する、頭部は極端に小さい、触角の変状節は6つ1体の腹眼は、まぶち突起に仕切られて4つ目のように見える等の特徴を持つ。腹面を除く全身は、 赤葛色の地色に虹色の金属光沢を持ち、前肢の光沢はやや弱い。前肢は腹部より長くて、両縁は腹部と縫合せず、覆面から見ると光子も少し生えるほどの隙間がある。最大の特徴は、オスの奇抜な大顎で、本属中でも、例外的に体長の半分以上を占めるほど細長い。根元から先端まで、 多数の細かい小バが並ぶ。この大顎は上向きに伸びた後のあたりで下向きに折れるように曲がり、先端は内側に湾曲し、少し毛を備え、上向きの針状となる。また、大顎基部の腹側に、牙のような突起があり、長さはおよそ、大顎の、その内側にも細かい小バが並ぶ。メスの大顎は、ニッパーのような形になり、頭部より少し長いくらい、太短く、 先端あたりに小葉が並ぶ。他にもオスの頭部に小さな二股状の突起を持ち、この突起は大顎基部の内葉と噛み合わせる。触角の屈折部にも放射状に並ぶ毛が生える。足は長く、特に前傾節と中五節は発達する。形節外縁に多くの棘が並び、全形節は内縁にも棘が並ぶ。全胸部背側に不明瞭な毛が生え。 公園両側に針のような突起を持ち、メスと顎の短いオスの場合は、この突起は、ふと短い。南極部中の植物で構成される、温帯ウリンという他のクワガタより、寒冷な地域に生息する。幼虫は、途中で生活し、成虫は、数メートルの木にも登り、高密度の縄張りに集まる、夕暮れに、集団で飛行する行動が見られ、公園に引き寄せられる。 筋肉の少ない小さな頭に備え、オスの大顎は大きさに反して挟む力は弱い。チャールズ・ダーウィンが南アメリカを訪れた際にこのクワガタムシに指を挟ませたが、意外にも痛みすら感じさせないほど力が弱いというエピソードが日記に残っており、過剰適応の例とされる。この話から本種はダーウィンビートルとも呼ばれるが弱いのは 先端だけで、基部にある、もう一つの顎とも言える、牙場状の突起は鋭く、この部分に挟まれると出血して、痛みを伴わせるだけではなく、その威力で樹皮を傷つけて、樹液を出すのに用いるとも言われる。華奢な外観に似合わず、気性が荒くて、非常に光戦的であり、縄張り意識が強い。オスだけではなく、メス同士も、激しく争い合う。 その闘争心は凶暴なことで有名な平田クワガタや二股クワガタをしのぐとさえ言われる。実は平田クワガタや二股クワガタでさえ一応は戦闘前に威嚇をしたり様子を伺う,うなどの仕草を見せることが多いがチリクワガタの場合はそれがなくいきなり攻撃を仕掛けてくる。オスは大顎の長さを利用して針状の先端を 相手の前肢の隙間へ差し込み、そのまま相手を縄張りから引き上げて、木の下へ投げ落とす。一方、メス同士はオスにメートガードされる相手を挑発し、お互いふと短い大顎で相手の足を噛む。その一方が持ち上げられて決着がつくと、もともとメートガードするオスは勝利したメスと協力して、メス同士の争いに敗れた個体を縄張りから取り除く。 一般のクワガタムシやカブトムシ類と同様、オスはコウビズミのメスを縄張りから投げ落とす習性がある。チリ、アルゼンチン。南極ブナ科の植物で構成される温帯ウリンに生息する。かつて独立種として記載されたシーピゴメヤスは本種の小型個体であり、ア種として記載された CG ホラマタリカスの記載は不完全とされ、変異として見通し、すべて シノニムとなる。ありがとうございます。